えー、野立自流ですね、えー。この流派についてご紹介して終わりにしたいと思いますちょっと待ってくださいねせっかくなんでえー、流派の部分のこれかなはいこれにしておきましょうかはいこれ,れ BGM なくなっちゃうのかなこれ中で中でやろうジェストイエー、はい、ですか これはね、本作のね、流派の中でもね、特にね、おもろ、おもいんで、設定がね。<laughs> はい。自分は個人的には結構好きなんですけど。はい。じゃあちょっと、あの、ゲーム画面はね、よいしょ。この画面にしておきながらお話をさせていただきたいと思います。ちょっとね、あの、さすがにこう、全部、あの、空で喋るのは大変なんで、こっから先は、あの、自分の書いたね、あの、ブログの記事がありまして、その内容を大部分、こう、引用しながら、あの、お話しさせていただきたいと思います。 はい。えー、野立次元流。この流派はですね、えっと、爆藩体制が始まった初期頃にですね、生まれた流派になりまして、えー、徳川の爆藩体制が始まった当初ですね、こう、薩摩の地で、もう恐ろしい剣術が誕生したんですね。えー、その剣、その流派の名前を次元流と言います。まあ、これは、あのー、あれ、先行情報では、 あの、次元流なかったんで、まだちょっと紹介してませんけど、ま,また、いずれね、あの、次元流、この下に出てますけど、次元流ちゃんと入ってるんで、あの、次元流についてもね、別途、あの、話してもいいですが、次元流っていうですね、えー、流派が誕生しました。あの、またはですね、薩摩の地で生まれた流派なんで、薩摩次元流というふうに言ったりもします。はい。えー 薩摩のです、ね、範囲だった東郷東邦重方という人物がです、ねえー、創始した剣術の流派になります。でこの人はですね <laughs> この人はですね大社流っていうね、まあ、これはねうんと、あのー、昔のすごい古い流派のね影流っていう流派のこう系列らしいんですけども大社流っていう,こう流派の剣術を、えー、身につけるんですけども、まあ、その後ですね、あのー、飽き足らずに。 武者修行を続きまして、えー、一回ですね、豊臣秀吉の時代に、えー、秀吉の命令で、京都に、あのー、行った時があったらしいんですけども、その時ですね、あの、天、天心章次元流かな天心章次元流ってことこの辺あまり名前覚えなくてもいいですよね。あのー、マイナーなんで。天心章次元流っていう、あの、剣術の流派に出会ったそうで、で、これに惚れ込みまして、即座にこう、弟子入りをしたと、いうことのようですね。で、えー、 この大社流と、えー、天心昇次元流っていうこの2つのこう流派をこう組み合わせてですね、あのー、帰国後もあの薩摩の地に帰った後もですね、えー、ひたすらこう修行を続けたということのようですでこのね修行法がねまあいろんなこう説が残ってるんですがすごいんですよまあとにかくねひたすらもう武骨に一心不乱に、あのー、打ち込みを続けるってねこれだけの修行法なんですけどあのー、あのー 木に向かってね、ええー、もう一心さんにこう、木刀をこう、打ち込み続けるっていうね、こういう修行でずっとやってたみたいで。で、これをこう、三年間ぐらいですね、絶え間なく行った結果、この、あの、打ち込み続けた巨木がですね、もう、あの、枯れて、朽ち落ちたっていうね、<laughs> こういうことみたいで、まあ、すごいですね。というですね、こういうこう修行方法で、あのー、修行を続けた、あの、東郷、東邊、死神方はですね、ええー、この二つを組み合わせて、まあ、新しいこう、流派を、 こう作り上げたということになります。で、まあ、どういうですね、あのー、戦い方かっていうとですね、これはまあ本作ライズ・オブ・ローニンをプレイしてもらえばわかるんですが、<laughs> 超簡単。<laughs> とにかく敵に向かって突進で、あらん限りの気迫を込めて剣をですね、上段から振り下ろすと。以上です。はい。以上、終わり。もうこれ以外の戦い方はありません。はい。 普通ですね、あのー、剣術っていうのはですね他の流派もそうなんですけども、まあ、これあの剣道とかもそうですけど上段中段下段っていう,、ね、こう構えが、あのー、ありまして刀のににに腕をを沿わせるるるよように構えることでで、ねあのー、物理的に力を上げてるんですよね例えばそのゲーム作品だと「ニオシリーズ」みたいなゲームっていうのはこれがちゃんとゲームとしても再現されてるんですけどね、えー、上段中段下段ってこうあるんですけどもこのね次元流にはね一切ありません。はい、そういうい複雑な構えはね もうあの,最,あの最上段風の発層の構えっていうね構えがあるんですけどこれしかありません。なんでね切り口がね空竹割り真っ二つと、えー、右袈さと左袈さしかないっていうですね <laughs> こういうあの剣術なんですけどまあねとにかくこの単純明快で武骨なこの剣術っていうのはあの修行方法が分かりやすい。 し、まあ、仮にですね、独学だったとしても、まあまあい、e、い線までね、えー、上達するということがありまして、まあ、薩摩全土にね、えー、驚くべき速さで広まっていくんですね。ま、あという、こう、あのー、スタートになりました。で、まあ、そんなさ、単純な剣術、別にこう、強くないんじゃねっていうふうに思うじゃないですか。ところがね、これがね、なかなかね、難しいんですよ。何せね、こう、ガードできないんですよ。 ガード不能。まあ、ゲームの横でガーフとかありますけど、ガード不能なんですよ。あの、こっちがこう真剣で受けたとしても、あの、剣を出しちゃうっていう、それぐらいこうパワーが強いんで、受けられないんですね、全くね。っていうですね、あの、そういうこう、剣術、剣術になりまして、なかなかね、単純だと思うんだけど、難しいんですよ。で、結構強くてですね、あのー、まあ、こうして、あの、東郷東米仕切り方は、まあ、あの、島津家が、あのー、 この薩摩のね、えー、地域だったんですけども、この島津家の、えー、剣術指南になりまして、えー、まあ、この時ですね、あのー、竜話の名前を次元竜というふうに改めだったということですね。で、このですね、次元竜が、あのー、数百年のうち、こう、幕末の世でですね、えー、かの新選組を恐怖されるですね、恐怖させる、あのー、まあ、 あの、次元流のこの回想というかあ、一番最初のスタートということになるんですね。で、えー、とこっと、こからですね、あのー、あくまでも本作の今紹介するのは、野立次元流っていうね、こういう流派なんで、この話に移っていきたいと思いますが、この、東郷東邊知恵方が亡くなった後ですね、孔明な弟子の一人に、薬丸金信っていう人物がいました。でこの 人物がですね、えぇ、ー、死方の創始した次元流をさらにこう改良しまして、あのー、よりですね、えぇ、ー、薩摩人好みな剣術に仕上げたんですけども、このこう改良型のこう次元流を、あのー、薬丸次元流、 というふうに言いまして、これをですね、またの名を、こう、のだち、えー、次元流というふうに言うということですね。なんでですね、まあ、幕末期の、こう、改良型の、こう、次元流みたいな、こういう、こう、理解でいいと思います。まあ、これあの、ゲーム発売までのですね、先行情報で出てた流派だったんで、あのー、当時はね、これしかないかなと思ってたんですけども、ちゃんとですね、あのー、元祖の次元流もね、入ってるんで、これ両方ともこう、別にあるんですけど、本作はね。 この野立次元流の方は、まあ、幕末期のこう改良型次元流みたいな、そういう感じです。で、まあね、次元流の改良なんで、基本的には全部一緒です。あのー、防御の技は一切ないということで、まあ、あのー、一撃必殺で、えー、敵を真っ二つにするっていうね、それだけで。で、あの、本作でもちゃんと入ってますけどね、この、えー、技に。よいしょこの三角のやつですね、これね。<laughs> はい。えー、っと、 あのー、打ち込みの際に発するですね、気合いの掛け声があるんですけど、まあ、これは遠鏡というふうにね、えー、言います。これが、まあ、あの、特徴的な、ああ、流派ということですね。ちなみにね、あのー、さっきコメントでありますけど、チェストっていうのはね、あれはね、あのー、まあ、エンタメ作品での表現で、本当は、あのー、さすがにそうじゃないんですけど、あのー、こう綺麗とかっていう、そういう感じのね、あのー、掛け声なんですが、 なのであまりにもねこのえ独特なまあ流派でしてもう他のね流派とかこう偉い人がこの,あの流派の修行とかを見ていやこれもうどうしようもね剣術だなとかっていう風に思った言ったとかねいろんなこうなんかねあの逸話が残ってるんですけどもただね強いんですよ。ただねこんななんかこう訳わからんなんか流派なんですけど強いんですよ。 <laughs> すごい強くてですね、この、まあ、野立次元流は、こう、幕末期に京都ですごい猛威を振るいまして、あの、まあ、あのー、薩摩はね、倒幕側でしたから、あのまあ、本作でも描かれてますけど、まあ、新選組とこう戦っていくっていう形になるんですが、あの新選組の局長だった近藤勇にですね、まあ、薩摩門と戦うときは、もうとにかく、初立だけは絶対買わせと、初、あのー、立は絶対受けるんだというふうにですね、えー、言ったという話が、こう、有名です。 はいまあ、それぐらいですねもう受けられないんですよ全くガード不能ってことでいうですね、まあ、そういう、あのー、流派になりますこれ面白いですね、はい、ということで、あのーまあ、新選組の猛者たちも、えー、恐怖された薩、まあ、摩のですね、えー、超武骨な、えー、剣術流派ということになります、はいえー、ということで、えー、今日はですね、えー、野立次元流について、えー、紹介させていただきました ご清聴ありがとうございました。